はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。本日はですね、前回の動画でこのような質問を受けました。効率よく体を回復させる方法についての、今回は飲み物についてお話ししていこうかなと思います。逆に皆さん何飲まれてました？僕の学生時代の、周りの友達の話なんですけれども、部活前とかに、これからもう部活やわ、あったこのリプトンのこのミルクティーがないともう部活をやってられへんわとか、とりあえずこの2リットルの水を持っていけば大丈夫やろとか、しんどきゅうやっと休憩や、やっぱこのコーラがないとな、絶対やってられへんわこんなもんだるわとかって言いながら、いろんな飲み物を飲んでいたんですけれども、トレーナー目線で言うとダメです。一概にダメとは言えませんよ。僕個人的にシーズンとかトレーニング内容とか選手によって、たまにあえて炭酸のジュースを飲んでもらったりとか、めちゃめちゃ甘いジュースとかを飲んでもらう時もあるので、一概にダメとは言えないんですけれども、今回はですね、体の回復、効率よくっていうところに基づいた飲み物をちょっと紹介していきますので、今回はちょっとね、勉強ということでこの動画を見ていただければと思います。まず一番おすすめなのは、手頃に手に入るアミノ酸ですよね。アミノ酸は体を構成する栄養素となりますし、何よりエネルギーになる栄養素ですので、このアミノ酸は絶対外せないです。で、あと2つ目はクエン酸ですね。クエン酸を飲むとどういう効果があるかっていうと、もともと疲労回復に効果があるんですけれども、一番は乳酸の分解です。体をこうやってガーって頑張って運動すると、こういう体の中とか血中に乳酸っていうのがたまるんですね。で、この乳酸っていうのが、スポーツの体の動きを悪くしちゃうので、どうしても鈍ってきます。このクエン酸っていうのを飲むと、それが分解されて動きが鈍くなりにくくなりますので、この乳酸っていうのを分解するためにクエン酸を飲むのは個人的におすすめです。この2つはかなり身近に手に入ると思いますので、飲み物、運動中にはやっぱりこの2つは飲んでいただきたいですね。で、あと体の回復っていうところからちょっと外れるんですけれども、運動前にカフェインを飲むのもおすすめです。で、このカフェインっていうのは体の脂肪細胞を分解してくれる。で、この体の脂肪細胞が分解して脂肪酸がこの血中、血液中に流れるとエネルギーが流れますので、持久力アップだったりパワーのアップ、この2つが見込めるんですね。なので最初から高いエネルギーをしっかりと得るためにカフェインを取る、そして運動中には体の源となるアミノ酸、そして乳酸を分解してくれるクエン酸、個人的にはこの3つを取っていただければいいかなと思います。その他にもね、いろいろ飲み物ってね、やっぱどうしてもたくさんあるんですけれども、なかなか手に入りにくかったりとか、アスリートの方に特に気をつけていただきたいのが、ドーピングにやっぱり引っかかってしまうと、せっかく出場してもその記録がなかったことにとかっていう風になってきますので、ドーピングとかになりにくいアミノ酸であったりとか、クエン酸、そしてカフェインですね、この3つは今のところドーピングとかには引っかからないのでおすすめかなと思います。本日は以上となります。またね、こうやって質問が来た内容に対して答えていきますので、何か他に質問がある方はどんどんコメントの方お待ちしております。本日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。